バリに元気がいいエンジンに、背の高さと図体のデカさをもろともしない、俊敏な回答性。これね、ロール自体は大きいんだけど、姿勢は安定してて、抜群のコントロール感なのよ。そんな魅力を持つ新型ボクシーが、Dカーシェアにて借りられるようになっていました。アルベルの影響を受けつつも、度が過ぎないオラオラ系のフェイス、細い目じゃなくて、下側に前照灯が隠される、現代車らしいデザインですね。リアやサイドから見ると、やっぱバカで系は、いるだけで風切り板として使えるレベル。走るパーテーションみたい、トイレ休憩のために、一瞬だけ公園脇に路駐したのですが、左前をほどほどに寄せたつもりが、右後ろがはっきり言って迷惑というか、ギリギリな幅なっちゃったんだよね。どうせ車なんか来ないんだけど、反省しています。乗りやすくはあるが、物理的に普通にでかい点は優位だ。と入っても乗りやすいサイズ感なので、意識と注意力の問題ですね。深夜だからと雑なことしてごめんなさい。せっかく出しているゲート開けましょうか。ゲートオルワゴンもそうなんだけど、真後ろにいるとゲートが足にぶつかるんだよね。映り込むし足ぶつけるし最悪。ゴムモールを可変につけた方がいい。車内は広いけど、なんか3列目のシート、ペラペラじゃない?座ってみたんだけど、車体サイズから期待される割に、快適という感じはあまりなかったです。廉価グレードは右側のパワードアがオプションなんだけど、このサイズゆえ、下り坂に止めると成人男性でも苦労します。両側パワードアのオプションは、ケチらずつけておいた方がいいです。これは8人乗りモデルなので、シートも分かれてはいませんね。軽いテーブルとカップホルダー2個があるので、コーヒーと水分補給ドリンク、2つとも置いておけます。ここら辺の快適性は、さすがにアルファードに譲るな。なんか映像がガタついてて申し訳ないです。次回から、内装も GoPro で撮ろうと思います。センターコンソールがないので、車内の移動は便利ですが、左にカップホルダーがないのがデメリットかも。電動パーキングブレーキはシフトポジション連動。ブレーキホールド付きで、アイドリングストップはなし。一個一個のギアが明確に離れてるので、上下にしか動かないタイプですが、入れ間違いのリスクは皆無でしょうね。なんだここ、スマホ充電ケーブルを、吹き抜け部分から通してねってことか?そこはワイヤレス充電パッドつけてくれよ。エアコン操作パネルは物理ですが、温度と風量が上下に動かすのではなく、横並びの独立したスイッチなのでややこしい。何度上下方向に動かそうとしたことか。慣れの問題といえばそうかもしれんが。そろそろ行きましょうか。箱型ボディなので、サイズ自体は大きいけど、乗りやすさはあります。というかさ、駐車場の定期券見つからんかったわ。次の人も絶対混乱するだろうから、すぐわかる状態で返しておきました。いきなり左折ですが、左後ろのタイヤ、油断してるとドカンとぶつけそうです。左リアタイヤが、具体的にどの位置にあるのか。これをはっきり覚えておかないと、前にひたすら逃げる、仕切った運転をする羽目になります。私自身、この確認作業を怠り、左折するたびに恐怖感と戦う羽目になりました。こちらのボクシー、純ガソリンエンジンのモデルとなりますが、2リッターの自然吸気の直四です。面白いのが、このエンジンの型式、レクサス UX と同じものであるということですね。どうやらレクサス用のエンジンは、専用のラインで組み立てられるようですが、なるほど確かに、違いが存在する。アイドリングストップはまさかの非搭載ですが、レクサスを100とすればこっちは80程度。静かで滑らかなアイドリングです。ボクシー側が劣っているわけではないんです。レクサスとしての付加価値が、逆説的に感じ取れるのがまた面白い。車両重量1610キロに対して、4900回転で202ニュートンメーターを発生するエンジンですが、滑らかな動き出しです。何か以上に遅いと思ったら、エコモードがオンになってましたわ。CVT ということで変速ショックはなく、後述する足の動きと合わせて、大変快適な乗り味。ただですね、エコモードとノーマルモードしかないのですが、せめてパワーモード欲しかったですね。ノーマルで踏んでいっても、どうしてももっさり感が拭えない。ちょっとエコに振りすぎじゃない?スロットルコントローラーで改善するだろうけど、同格にノアが存在するんだから、もうちょっと加速させてもよかったのでは。というわけで名古屋の矢ごとの、細めの道を通っているのですが、1730ミリの横幅のおかげで、この車線幅でも余裕。前後は4695ミリと長めだし、前後も1895ミリで要注意だけど、箱型ボディで運転は楽ですね。LED ヘッドライトもしっかりと照らしてくれて、でかくて車内も広いけど、運転は不自由じゃないというベストサイズ。何よりも縦方向に、車内が圧倒的に広いですね。それでいて、ガラスの加担がかなり低いところにあるし、ピラーも細いから、周囲への視界性能も良好です。
さっきあんまり速くないと言ったけど、それはあくまで街乗り領域の話。170馬力の加速力は、十分すぎるほどのもので。CVT の変速中にぐにゃーっとなりましたが、中回転域以上はいい感じですね。音だけなら86に負けてない。ブレーキについては、通体のデカさに対してちょっと足りてない感があるので、飛ばすならパッドくらい変えましょう。せっかく山岳エリアに来たので、俊敏なハンドリングについても語ります。切り始めからダバッと吸い込まれていきそう。このターンイン領域の鋭さは、感覚的にはロードスター以上だと思えるほど。こんなでっかいボディで、運動性能なんてたかが知れていると思っていたので、本当に驚かされました。路面がうねるようなダウンヒルでも全く怖くないし、なんなら走りを楽しめる。このくらい俊敏に動いてくれるなら、何も不満ないですよ。車中泊ベースやバイクのトランポとしての移動中も、運転を楽しむことができますね。入り口が辛くなりがちな、下り坂の狭い直角カーブも、コンパクトに抜けていくことが可能。ハンドルを揺さぶってみるけど、ロール量自体は大きめ。体が持っていかれる。バイクにでも乗ってる感覚で、体勢を変えて踏ん張らなきゃね。それにしてもこの変態軌道よ。ふらついてるんじゃなくて、全部制御下に置いてこの動きだからね。ある程度は背が高い方が、倒しやすくて俊敏に旋回できるんじゃないかと、誤解するレベルのハンドリング。中身だけ見れば、スポーツカーと並べて評価したくなります。ロールの絶対量だけ抑え込んで、スロットル制御と、ブレーキだけ変えれば、もう一段階化けそうだな。でもこういう地形は苦手。左リアのタイヤが、物理的にどこにあるか、撮影時の私は把握できておりません。ここで一つ気になることがあるんだけど、アームレストを出した状態だと、左腕に当たっちゃうのね。もうちょっと位置を工夫して欲しかったな。高度を下げるとか。まあこのフィーリングなら、長距離もめっぽう快適に乗っていけるだろうぜ。その快適性についての話なのですが、ここはさすがにアルファードがズバ抜けすぎている。アルファードの優雅な足回りは、乗っていてこれセンチュリーに匹敵するレベルでは、と思わされるもの。物理的に入ってきたはずの衝撃の波が、消滅させられているような優雅さであると、いつの日かの試乗動画でレポートしました。あっちを魔法とするなら、こっちは物理ですね。価格差分の違いは存在している。でもねー、それでもすっごく乗り心地いいのよ。空飛ぶ絨毯みたいな、地面との間に行き階層あるような乗り味だったアルファードとは異なり、ボクシーの方は段差を超えると、その衝撃自体はフレームまで入ってきます。おっとっと、意外と狭いなここ。普段乗ってる車より横幅が狭くても、感覚的に慣れていないから怖いぜ。さて話を戻しますが、段差を超えた時、ある程度はタイヤホイールが上下にガタンと動きます。その後で、ほとんど毎回、バンプラバーって言っていいのかな?ダンパーのストロークとは別のところに当たるのよ。ダンパーを抜けた衝撃がそこに入るんだけど、そのバンプラバー的なものが潰れていく段階で、すごくいい具合に、衝撃の角が取れる。揺れはするんだけど、ボディの剛性も活かすおかげで、全く不快さがない。カローラクロスもそうなんだけど、トヨタがたまーにやってくる、変態的なサスペンションフィールですね。もう一回言うけど乗り心地はいいのですが、そのいいという言葉の方向性、なんとか文章化してみました。また、背が高い系の車って、特に軽い軽自動車だと、横方向に揺さぶられちゃうことが多いですよね。足回りなのかボディ剛性なのか重量なのか、そういう方向への揺れはほぼない感じなので、快適に乗ることができるんです。ちょうど今走っている、とある自動車学校付近の路面、結構ガタガタしているのですが、例のバンプラバー的な何か、その活躍を存分に感じ取ることができました。バンプラバーで合ってるのかは知らん。どうしてもアルファードと比較しちゃうけど、私はいかつすぎなくて、単体でこれだけいいボクシー、大いにありだなと思いました。最上位グレードにもう少し足せば、アルファードに届くような価格になっていくが、むしろこっちを買いたいと思える完成度。アルファードって、ワンボックス版センチュリーみたいな乗り味なので、運転するならこっちかなー。トヨタが作った高級品の素晴らしさを堪能するならアルファード、トヨタが演出する、運転する楽しみならボクシー。ここの左折、直近数年で一番ひどかったと思う。動画じゃわかりづらいけど、左リアを気にしすぎて、バカみたいに膨らんでしまいました。最後の駐車場入り口、ここがまた狭いのよ。慣れてないせいなのか、車が大きいのか、積極的に前を使ってクリアしていく、大型トラックみたいな乗り方になってしまいます。というわけで動画はここで切り上げようと思いますが、
総合点が高くて本当に驚かされました。これが EV で出ていたら、そして私に十分すぎるだけの貯金があったら、買って車中泊仕様に改造して、旅でもしたかった。お別れのソナーです。というわけで新車価格309万円の、純ガソリンの G グレードでした。この中身でこの値段なら、コスパはかなり高いぞ。メーター内に出ていますが、レギュラーで帰りにエコ運転して、燃費はリッター10キロ。こんなもんですかねー。みんなはハイブリッド買いましょう。というわけで、ご視聴ありがとうございました。